号砲を鳴って第5レース A 級特選競争をスタートしていきます。内から2番西田、外からは中国勢上がっていきます。1番マハラは西田を追って2番手というところですが、4番の細川が前へと上がり、しかし2番の西田も差を詰めていきまして、誘導との差を詰めて前をキープしました。その後ろは1番マハラで細川は下げます。1周3コーナー、中里が前をキープした西田の位置へ、5番2番地元勢が前受け、そして7番阿久津が上がっていきます。マハラの前後へ大崎もという感じ。これで中国勢は後方になっていきます。2周回目に入りました。正攻法5番の中里です。2着3着というところ、初日もいい幕切りを放ちました。マーク2番の西田、初日は松本のマーク2着、最終日の地元戦意地を見せたいところ。3番手は7番阿久津、初日は先行2着に粘りました。マークは特選スタートのマハラ、そして3番大崎。後方は初日3番手からまくって勝った山崎、その時ワンツーを決めたのが細川でした。残り2周回です。後方から中国勢が動きを見せます。どこまで上がっていくか。残り2周、正攻法の位置まで上がっていき、そのまま抑えていく形になりましたが、ここを7番の阿久津がさらに抑えていこうと上がっていきます。ジャン前2コーナーから、ここで7番の阿久津のラインが前へ出ていきます。東の3者です。中段に入ったのが中国勢、そして地元勢はじっくり構えての6番手です。まださほどペースは上がっていません。ジャンの2センター、さあ今度は後方から6番手から5番、中里ホームへ一気に巻き返して上がっていきます。阿久津が抵抗して先行をキープしていきます。2番手1番マハラが援護していく牽制台。現在2番手外まで上がった中里、もう一足使えるか。2コーナーから再度ギアをチェンジ、巻きていきます。最終バック5番中里、2番の西田、ここへ1番のマハラが絡んでいく。さあしかしここはどうか。2番手は1番のマハラが取り切った、作っていく。3番手が大崎で、その外2番の西田交代。4コーナーから直線、先頭5番中里ですか。1番マハラ健一が突き抜ける。あとは3番5番2着争い。第5レース A 級特選競争が終了しました。阿久津の先行、地元中里まくっていくところ、マハラの牽制、そのマハラが最後伸びていきます。しかし中里も粘って、そして大崎の追い込みと2着争い。1着の入線が1番のマハラ、2着の入線は内が5番中里、外3番の大崎、接戦です。決定をお待ちください。以上第5レースでした。